皆さん、こんにちは。歌手、女優、モノマネ等多岐にわたり才能を発揮していた森昌子さん。現在は芸能界を引退しており、メディアへの出演はないそうです。一体、現在はどんな生活を送っているのでしょうか。過去の警察沙汰になった事件や緊急入院となった病魔、そして現在の闘病生活、森進一さんとの関係についてご紹介いたします。2019年12月のコンサートをもって歌手を引退した森昌子さんが、ファンとの交際をめぐってトラブルになっていたことが、2021年7月21日発売の週刊文春で報じられました。5ページにも及ぶ記事によると、2018年頃から森昌子さんの歌に魅了され、足しげくコンサートに通っていたファンの A さん45が出待ちをしていたところ、森昌子さんの方から声をかけて、いつしか A さんは無報酬でコンサートの物販を手伝うようになったといいます。その後、森昌子さんの方が A さんにプレゼントを渡したり、大好きだよとメールをするなど、2人は親密になっていったといいますが、2019年12月の引退が近づくと、森昌子さんはナーバスになっていったのか、2人の関係は一変。その時期から森昌子さんからの連絡は減り、関係を継続するのは難しいという旨のメッセージも届くようになったといいます。一方、 A さんは関係の継続を望み、森昌子さんは2人で話し合いたいという A さんの希望に応じて、都内のホテルなどで話し合いをすることになったそう。そこで2人は大人の関係になったというのですから、驚きです。ただそれについて森昌子さんサイドは、週刊文春の取材に対して否定しています。そうしたことがありながらも、引退後、森昌子さんの個人事務所は A さんによるストーカー被害を警察に相談、 A さんは森昌子さんと接触しないという約束を交わすことになったといいます。 A さんにしてみれば衝撃の展開だったでしょうね。そんな中、別の驚くような展開があったんです。週刊文春発売の前日、7月20日夕方に記事の一部が文春オンラインに掲載されたところ、同日夜10時過ぎ、 A さんの関係者とみられる人物がツイッターでコメントを寄せたのです。警察沙汰になってしまった A さんの知人とみられる人物 J は7月20日夜、ツイッターに、ストーカー扱いされているのは男性ではありません、彼女が初めて森昌子さんのコンサートに行った時から話を聞いています、文春さん、女性と書いてくれないと、と綴ったのです。さらに、週刊文春には A さんは結婚相手と死別して一人で子供育ててきたとありますが、これについても A さんの知人とみられる人物 J は、日付が変わった21日の1時20分に、 A さんは妻と死別していません、 A さんは若い時に夫と死別しています、その後一人で子供たちを育て上げ、自分のためにお金使っていいよね、と初めて森さんのコンサートに訪れます。歌に号泣し、ステージから帽子が膝の上に、それから何十枚ものチケット購入、毎回感動で号泣、と書き込んだのです。それを受けて改めて記事を読んでみると、 A さんが女性のようにも思えてきます。記事には森昌子さんと A さんが大人の関係を交わす描写もあるのですが、そこでの表現も引っかかるといえば引っかかります。それに記事には男女の仲という言葉や彼という代名詞が一度も出てくることはなく、すべて A さんという主語でした。この記事を読んだ読者からも、 A さんが女性なのではないかという声が多数上がっていました。ネットには、 A さんの性別はなんかよくわからない記事だけど、 A さんは女性、女性なら話の辻褄が合う気がする、相手が女性なら全部腑に落ちる、気にかかるファンだったから声をかけたのは神対応でしょう、といった声が上がっていました。以上が引退後の森昌子さんに降って湧いたスキャンダルでした。続いて森昌子さんの病気についてお話しします。女優としても活躍されている歌手の森昌子さんが更年期障害を患ったのは2006年のことでした。離婚後の芸能界復帰でしたが、
仕事の方も順調に全てがうまくいっているかのようでした。そんな中、彼女を襲ったのがうつ症状のひどい更年期障害でした。疲れやすい、やる気が出ない、食欲不振、吐き気、引きこもり等の症状に苦しめられたといいます。それから約2年が経過した時、自宅で子宮から洗面器いっぱいになるほどの大量出血を起こします。貧血で立っていられなくなるほどだったそうです。病院での診断は子宮筋腫、大小さまざまな筋腫が50個くらいできていることが発覚します。少数の筋腫であれば閉経とともに消えてなくなるのですが、森雅子さんのケースは再発しやすいタイプなため、医師からは子宮の全摘を勧められていました。しかし森さんは全摘治療を避け、2009年に子宮を温存するレーザー治療で筋腫を除去する手術を受けられています。この手術で子宮頸がんが発覚します。早期の段階で転移もなく子宮筋腫の手術と同時に子宮頸がんも切除することができましたが、本人は相当ショックだったといいます。術後1ヶ月の検診で、小さなシャボン玉のような細かい筋腫が子宮の内側の壁にくっついていると告げられ、愕然とする彼女。その後、何度レーザーで焼いても新しくできるため、ホルモン療法で様子を見ることになるのですが、副作用に悩まされました。そして2009年に卵巣を残す形で子宮全摘手術を決断。この手術の10日後に記者会見を開き、元気な姿を見せられています。しかし2020年、今度は膀胱がんが発覚、血尿により発覚したそうですが、1ヶ月ほど前から尿が出にくいことや腰回りの張りなど違和感は感じていたといいます。筋層非浸潤性膀胱がんと診断された森雅子さんは、膀胱の中に細胞障害性抗がん薬や BCG 牛型弱毒結核菌を注入する膀胱内注入療法を行いました。しかし子宮筋腫の時と同様に全く効果は得られませんでした。2021年3月、ついに膀胱全摘出手術に踏み切りました。膀胱を摘出した場合、尿を体外に排出する経路を作るために尿路変更術が行われます。妊孕性妊孕性温存治療、妊娠するための力を保つ治療が子宮を全摘した森雅子さんには全く必要がないので、薬物療法も取り入れたそうです。かなり辛い闘病生活を送っているようですが、このことを息子のヒロさんやタカさんには伝えなかったといいます。突然息子たちに告げないまま入院生活に入ったことで、失踪したとまで言われてしまいました。しかし森雅子さんは一人で病と闘っていたわけではありません。森雅子さんの闘病を献身的に看病したのは、なんと元夫の森進一さんでした。森進一さんは尿路変更術が行われるまでの人工膀胱を装着している森雅子さんを徹底的にサポートしている様子が目撃されています。その様子は紛れもない夫婦だったそうで、週刊誌には再婚と書かれたこともありました。再婚や復縁をしたわけではないようですが、関係は良好で老後はお互いに助け合うと決めていたようです。現在は経過観察の段階で、病院に訪れるのも週に1回とのこと。それでも高齢のがんの再発、転移率はかなり高いため、慎重に治療に取り組んでいるようです。いかがだったでしょうか。今回は森雅子さんの過去の事件、闘病、衝撃の現在についてご紹介しました。最後まで動画をご視聴いただき、ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。